アレクセイ・シールイッチ・ノビコフイコール・プリボイは、ロシアの作家。水兵として参加した、日本海海戦に関する著作、津島で知られる。本来の姓は、ノビコフで、波動を意味する、プリボイは、ペンネーム。貧農の息子として、ロシア帝国、タンボフ州の農村、マトベイエフスコイエに生まれる。教会の学校に通い、ポーランド出身の経験な母は、 彼が修道士になることを望んだ。しかし世界を旅した水夫の話を聞いて、船乗りになることを夢見るようになる。兵役のため22歳で陸軍に入り、希望したバルト海のクロンシュタット軍港に配属される。母の影響で彼は日曜学校に欠かさず通い、文学作品に親しむようになった。クロンシュタット滞在時に初めて新聞に投稿している。 しかし1903年に革命プロパガンダを広めたという理由で逮捕された。日曜学校の教師の勧めで金書を読んだ疑いだった。しかし証拠が見つからなかったため1ヶ月で釈放された。兵役期間も終わりが近づき、彼は大学で文学を学んで作家になることを望んでいた。ノビコフイコールプリボイが乗っていた戦艦アリオールところが1904年に 日露戦争が勃発。陸軍は政治的分子がいることを望まなかったため、彼は遠く太平洋に開港される艦隊に強制的に配属されることになった。こうして彼は戦艦アリオールの水兵となり、望まない形で子供の頃の夢が叶うことになった。希望本マダガスカル島を回っての太平洋への航海は距離1万8000回り、期間は八ヶ月に及んだ。 目的地のウラジオストクに近づいた1905年5月27日、彼の属するバルチック艦隊は、津島沖で日本の連合艦隊に迎撃された。海戦は、ロシアの艦敗に終わり、5000人近いロシア兵が戦死、彼の乗ルアリオールは、日本軍に降伏し、日本軍の捕虜となった。日本の熊本市大江鹿渡市連兵場にあった捕虜収容所にいる時に、彼は、 自らの得意な体験を綴り始めた。自分の体験のみならず、同じ収容所にいる別の間の生き残った水兵にもインタビューし、その内容は海戦全体を外観するものとなった。1906年にロシアに帰還、ペンネームで海戦についてのエッセイを新聞に投稿した。ところがその内容が、 ロシア海軍の地部を赤裸々に描いたものだったので、当局に睨まれることになった。こうして彼は1907年にフィンランドを経由して、ロンドンに亡命した。亡命先では、鍛冶屋や製本職人として、生計を立てた。後子供の頃の夢通り水夫となり、フランスやイタリア、スペイン、北アフリカで生活した。自己紹介の手紙を送った作家マクシム・ゴーリキーの、勧めで、 その亡命体験記を新聞に投稿。ついで、カプリ島に亡命していたゴーリキーを訪ねた。カプリ島に滞在していた1912年から翌年にかけて海についてのリアリズム短編小説を書き、最初の本を書き上げた。別のパスポートを得て1913年にロシアに戻ったが、彼の諸上作は検閲を受け、1917年にようやく出版された。 翌年に始まる第一次世界大戦中は妻と共にゼムストボの病院で働いた。1914年から雑誌に定期投稿するようになり、この時初めてノビコフイコールプリボーイという筆名を使い始める。ロシア革命後の1920年、彼の首長となる津島の完成に取りかかる。第一部、後悔は1932年に第二部。 海戦は1935年に発表された。日本海海戦について外観した書物としては、初めてのものだったが、各方面から批判を受けた。ノビコフイコールプリボイは、一般の水兵を英雄的に描いたのに対し、ァーリズムの支配層である将校や将軍を無能として、描き、敗戦の責任があるとした。とりわけ艦隊司令官時ノビー・ロジェストベンスキーを、 敗戦の最大の責任者として、痛烈に批判している。実際は劣悪な装備や新鋭艦と老朽艦の混在など、ロシア海軍の体制に問題があり、ロジェストベンスキーや艦隊の将校の個人的努力ではどうにもならない、側面もあった。ソ連邦時代にこの本は、社会主義リアリズムの作品と評価され、また今日でも、日露戦争を考察する際のロシア側資料として、 その後のこの戦争の序述に絶大な影響を与えており、柴良太郎の小説、坂の上の雲もその一つである。スターリン賞メダル晩年もロシア海軍に関する論文を数多く執筆したが、津島ほど反響を呼んだ作品はなかった。1941年、津島によりスターリン賞を受賞。最後の作品は艦長だった。モスクワの自宅で死去した。 ボルガ川で運行されている客船の一つに、彼の名前、ノビコフイコールプリボイを予感したものがあるという、ありがとうございます。